北条氏直、北条氏直は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、大名。相模国の戦国大名で、小田原城主。後北条氏の第五代当主である。父は北条氏政。母は武田信玄の娘、大番院。父と共に後北条氏の最大半島を築き上げたが、外交の失敗で、豊臣秀吉による小田原征伐を招き、 後と法上氏の関東支配は終焉を迎えた。後と法上氏は、宇治直の祖父、法上宇治康の時代に、甲斐の武田氏、駿河の今川氏と交渉、春三国同盟を締結していたが、父の宇治政はその一角である交渉同盟において、武田信玄の娘、大場院を正室としており、宇治直は、永禄五年、1562年に宇治政の次男として、小田原城で生まれる。 兄のシンクロウは創世。幼名は国王丸。金はシンクロウ。武田義信、武田勝頼の外政にあたる。A61 年、1568年末には、武田、今川間の関係悪化により武田氏の駿河信仰が行われ、母である大梅院は、父と離縁させられ、実家の武田家に戻された後、A62 年、1569年に、 病死してしまう。宇治なは没落した今川当主、今川氏真、おばの早川殿は、うじ真の性質の有志として、家督を相続し、将来の駿河領有権を得たという。ただし、駿河は、武田領国化されたため現実のものとはならなかった。元気2年、1571年には、祖父が亡くなり父が当主となり、武田との交渉同盟が回復する。天正5年、 1577年3月に、元服し、小学坊、足利義氏に、初めて書状を送った。11月に、和佐国に入陣した。この戦は、宇治政、宇治直が優勢に戦いを進めたと見られ、安保国の里見義弘とは僕し、宇治政の娘が、里見義寄に嫁ぐことで、北条氏と里見氏は、年来の敵対関係から、同盟関係に入った、傍将一は、 天正八年1580年8月19日、父の隠居により、家督を継いで、北条家の第五代当主となる。これは、宇治政出陣中に隠居を行った異例のもので、後北条氏は、天正六年1578年の越後、上杉氏における、三立乱及び公越同盟の締結を契機に再び、甲斐、武田氏と敵対関係となっており、 終わ国の織田信長と同盟を結び、宇治直と信長の娘の婚姻を達成して、さらに同盟を強固な者として勝頼との戦いを、有利に、豚目であったと言われ、実権はなおも父が握っていた。天正九年、1581年、おじ、武田勝頼と三島で戦ったが、決着はつかずに終わった。翌天正十年、1582年3月、 信長の信仰で勝頼などが討ち死にして、武田氏が滅亡し、甲州征伐、甲斐の医療は、信長の家臣、川尻秀高、品濃の国の一部と上野国の西部は、滝川和正に与えられ、和正は関東官僚を自称した。しかし6月に、信長が本能寺の変で応死し、川尻秀高が土豪一気に殺害され、甲斐の国が無所の国となると、 宇治直は、叔父の北条宇治国らと共に4万3千を称する。大軍をもって、上野進行を開始し、6月16日には、倉賀の表、群馬県高崎市に進出する。本城に本営を置き、富田、石上に、夫人、18日には、金久保城で、滝川軍と北条軍は激突し、初戦では宇治国が率いる戦法が敗退したが、19日の神奈川の戦いで、 宇治直本軍が、カズマス軍に勝利した。そして敗走するカズマスを追って、上野国から、品野国に進行し、作軍、小さ型軍を支配下に収め、諏訪新軍し、諏訪頼忠を味方につけた。さらに木曽義政、おば、新流院の夫とも連絡を取り、中心地方を制した。8月に宇治直は、カの北西部の若見女王、北都市須タ町若巫子に本人を置き、 新婦城を本人に、七里岩大城に布人した、徳川家康軍と海若美子城において退陣した。海は、祖父、武田信玄の丘陵国ということで領有を強く、望む氏治直と、徳川軍との退陣は八十日間に及んだ、天正人後の乱が、滝川一正敗退後に、北条に帰参していた、真田正幸や木曽義政が話し、家康方の与田信主義が、 ゲリラ活動を行い、北条軍の補給路を脅かし、別動隊の北条氏、ただし、北条氏勝が、甲斐の国八代軍黒駒、山梨県笛吹市三坂町において徳川方の取り、元忠らに敗退すると戦線は、二川下した黒駒合戦。その後、織田信夫信高兄弟の朝廷もあり、10月27日、上野は氏名を、甲斐、信野は家康が領有し、 家康の娘が宇治直に嫁ぐことで両軍の和睦、同盟が成立する。そしてこの結果として、天正十一年、1583年8月15日、家康の娘、徳姫が宇治直に嫁いだ。家康と同盟を結んだ後、宇治直は、下付、日立方面に進行して、勢力を拡大し、佐竹義重や結城春とも、大田助政らを圧迫した。 しかし中央で信長の死後、その重心だった豊臣秀吉が台頭し、関東総武事令が発令されて視線が禁止されたため、宇治名は秀吉との戦いを意識して、天正十五年1587年から軍備増強に努めた。一方で秀吉の実力も認識していたようであり、天正十六年1588年春には、家康の仲介も受けて、8月に、 おじの北条氏則を上落させて秀吉との交渉に臨んだ。なお、父やおじの北条氏じてるら強硬派が、氏じなお、うじら恩賢派と対立したとされているが、上野沼田城受け取り後の氏じは、上落に前向きであることが、各種書状で明らかとなっているため、氏じが強硬派とは一概に決めつけることはできない。また、氏則が上落した直後に、氏じが、 政務に一切口出しをしなくなったことが確認される。しかし、天正十七年、1589年の秀吉の沼田裁定による沼田城を受け取り後に、井の又国則による、真田正幸の史上、名ぐるみ城脱出事件が起きて、これが総武事例違反であるとして、秀吉との関係は事実上破綻した。このことについて、うじなは、名ぐるみ城は法城が乗っ取ったのではなく、 すでに真田に返還していることと、この件について真田方の殴るみ上司と思われる、中山の書き付け信条するので、真理を究明してほしい旨を、秀吉側近の津田信勝、富田智信に対して弁明するとともに、家康に対しても、同様に取りなしを依頼した。ところが家康は秀吉から小田原征伐に関する、軍議に出席するよう求められたため、すでに上洛しており、 家康への依頼紙を結ぶことはなかった。天正十八年、1590年から秀吉による小田原征伐が始まった。宇治直はこれに対して、両国内に動員令をかけるとともに、小田原城をはじめとする各市場を集築し、さらに野戦の場合を想定して、3月に箱根の屏風山等の陣馬を巡検した。しかし山中城落城により、 結局、小田原城で牢城することになる。牢城は4月から3ヶ月に及んだが、秀吉の大軍による小田原城の完全包囲、水軍による封鎖、市場の陥落などに加え、重臣、松田則秀の諸子、笠原正春が秀吉に内容しようとした、宇治直が事前に姓を成敗したことなどから、7月1日には和議を結ぶことを決意し、5日に、秀吉方の武将、 滝川竹尻の陣所へ赴もむいて、宇治治自身が切腹することにより、将兵の除名をこい、秀吉に降伏した。しかしながら秀吉は、宇治治の申し出について感じ入り神妙とし、家康の婿であったこともあり除名された。他方、宇治政、宇治テル及び、宿老の大道寺正し松田の秀は、切腹を命じられ、11日に宇治政、宇治テルが切腹。 十二日に宇治直は、木の国高の山へ登ることに決まり、二十一日に、大田志望、千葉直重、北条直貞、北条宇治則、北条氏、ただし、北条氏、高氏、北条氏高氏条氏公等の一門及び松田直秀、山、住直重遠山直吉、北条氏氏、高橋種介、山上久多田、内藤直行、内藤津那修行等の家臣を伴って、小田原を出立し、 8月12日に、高野山に到着した。その後、高室井にて、近親生活を送った。以後、検証祭と称す。天正19年、1591年1月から、宇治なおは斜面活動を開始し、2月には秀吉から、家康に斜面が通知される。5月上旬には、大阪で、旧、織田信夫邸を与えられ、8月19日には、 秀吉と対面し正式に社名と河内及び、東において一万国を与えられ、豊臣大名として復活した。さらに小田原に居住していた、徳姫も二十七日に大阪に到着し、家臣への治療宛て業、近親中の借罪整理を行っていたが、十一月四日に大阪で病死した。多門院日記によると死因は、放送と記述されている。去年三十。 宇治直の死後、重帝で宇治のの着手である北条氏政が宇治直の、病石と医療のうち四千国を相続し、慶長三年、1598年に宇治のの後を、ついで一万千国の大名となり、北条宗家は、河内佐山藩主として幕末まで存続した。宇治直には、娘が二人いたが、長女は、陽節、次女は、池田と下かの言い名付けとなったが、傾斜七年。 1602年、27歳で病死している。神奈川県箱根町の金、湯山宗雲寺。現在の宗雲寺境内に残る宇治名を含めた、北条五代の墓所は、江戸時代の漢文12年、1672年に、北条宇治のの子孫で、鞘山藩、北条や五代当主の北条氏治が、北条宗雲の命日にあたる8月15日に、混流した友とである。 宇治直の本来の墓所として、広島市西区田方の改造寺に墓が現存しているが、真偽のほどは定かでない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。